オリル力試作機で得られた氷床コア氷床コアは氷河や氷床から取り出された氷の資料のことで、古気候や古環境の研究に用いられる。氷コア、雪氷コアと呼ばれることもある。氷床コアを用いることで、過去の季節変化や古気候、古環境、過去の気温や大気の成分などを推定、復元することができる。氷床コアはここ80万年の地球規模の 気候変化の分析において重視されている。また氷床コアの氷は一般に下に向かうにつれて古くなる。氷床コアはコアクし作機によって南極やグリーンランドなど様々な氷床、氷河の深層に向かって掘り出されており、樹木の年輪や堆積物の年島など他の自然物の記録のように気候に関する様々な情報を含んでいる。その記録は 短い時間だが、高精度の情報を得ることができる。氷床コアの上層は1枚1年に相当するが、場合によっては1シーズンに1枚など、それぞれの年に降った雪が残っており、風星人、火山灰、大気成分、放射性物質を含んでいる。氷の深度が深くなるにつれ、次長により1年分に相当する氷の層は、厚さは薄くなり、年島は不明瞭になってゆく。 適切な場所から得られるコアは、格乱が少ないので、数十万年に遡る詳細な気候変化の記録が得られる。その記録には、気温、海水量、蒸発量、化学物質や低層大気の成分、火山活動、太陽活動、海洋の生物生産量等様々な気候に関する指標が含まれる。これらの記録は、 同じ層では同じ年の状態を保存しており、氷床コアを国旗孔研究に非常に有用なものにしている。ボストークコアより復元された過去42万年の2、酸化炭素濃度、再現された温度とゴミを示すグラフ。横軸は、時間氷床コアを構成する氷中に含まれる酸素、などの安定同位体の分析は、気温と世界的な海水準の変化と対比することができる。 氷の気泡に含まれる岩有大気を分析することによって特に二酸化炭素等の大気組成を明らかにすることができる。火山の噴火によって同定できる特徴的な火山灰も記録されている。ベリリウム10の集積は宇宙船の強度の変化と深い関係があり、それは太陽活動の指標となる。含まれるゴミは砂漠化の度合いや風の強さと関係が深い。 戦争コアや集積速度の速いコア上層は層を実際に1年を示す1枚1枚を数えることによって年代を決めることができる。これらの層は氷の性質で視覚による判別が可能だったり、季節によって運搬様式で科学的な性質が変わること、年ごとに変動する温度を反映する同位体から決めることができる。 コアは深部に向かうにつれ、流動作用によって年層は薄くなり、それぞれの都市が不明瞭になってくる。それでも、特定の出来事で同定は可能であり、コアの上部の場合核実験で放出された放射性同位体で、また火山灰は、その素性から噴火した火山が特定できるので、年代を決めることができる。さらに下部に下ると集積速度の変化、氷床流動モデルで再現することができる。 南極のボストーク基地で掘削された最も長いコアで43万6000年前までの古気候、古環境の情報が記録され、4つの表記サイクルを明らかにしたが、掘削はボストーク湖の直上でストップした。このコアは表彰の頂上では掘削はされておらず、斜面情報から流れ出る巨大な氷のため、わずかに年代決定や解釈が複雑になる。 ボストークのデータはノアのサイトで公表されている。これらの2本のコアはヨーロッパとアメリカのチームでグリーンランド表彰の頂上部で掘削され、有用な記録が過去10万年以上前まで遡って得られた。再現した飛行士から基盤岩の数メートル上までは一致していることが分かった。エピカとボストークコアの比較南極のエピカコアは、 南位75度統計123度の標高3233メートルで掘削された。ドームシー基地のすぐ近くである。この地点の氷の厚さは3309-22メートルで、コアは震度3190メートルまで掘削された。現在の都市平均気温は低、摂氏54.5度で、雪の集積速度は25ミリメートル、Y である。 このコアについての情報はネイチャーで最初に報告された。このコアは72万年前まで到達し、8回の氷率間表記サイクルを明らかにした。上の図はエピカとボストークから得られたデルタ18 o データを示している。上のプロットは X 軸画の時間で明らかにエピカコアがボストークより昔の記録を示している。 下のグラフは震度に対してプロットされており、コアの深部ではどの程度圧縮されているかを示す。エピカコアの初期10万年はコアの底部100メートルに相当する。このコアはブリュンヌ・松山境界まで遡る解析が進むことが期待されている。南極大陸のドーム、富士観測拠点において日本隊も表彰ボーリングを行っている。この基地の位置は 表彰最高部にあるため、表彰下部においても、速報への流動が少なく良好な資料を得ることができる。第2機動ム富士深層掘削計画によって3035.22メートルの表彰コア掘削を完了している。当初、最深部の氷の年代は100万年前と期待されたが、約70万年前ということが判明した。この原因は、大陸岩盤からの熱が、 氷の誘拐を引き起こしている可能性が高いと考えられている。ありがとうございます。